ですね。平和は当然 peace ですね。はい、peace。peace sign でね、よく言いますよね。はい、これです。Number two、戦争ですね。これは war ですね。war ですね。これなんですけれどもね、発音がね、WAR でこの W がつくことによって、この AR の音が O という音になるので、War なんですよね。War。なので、みんな知ってると思うんですけど、これ知ってるかな ?Do you know this word?War。これもですね、Arm。ね、腕の Arm に対して W がつくことによって、これ、warm という音じゃなくて、warm という、おーという音に変わるんですね。で、これ、wow, it's warm here っていう風に言ってくださいね。あ、なんかあったかくて気持ちいい時に、この warm っていう発音にしないで、これをですね、ここがね、arm だから、この arm な発音で、これをなんと warm って言ってしまうとですね、これね、違うんですよ、発音が。ちょっと色変えますね。これね、面白いからもうそういうもんなんだな、はははって今日笑って覚えちゃってくださいね。この W がつくことによって、このこれだけだと arm、腕、ね、arm っていうものが warm になるっていう話を今したんですけど、じゃあこれにくっついた、今みんなが言った warm っていう音はどっちに行っちゃうかっていうと、こっちなんですね。これは orm なんですけど、 w がつくことによって war っていう音に変わるので warm なんですね。 it's a warm、 a warm って今言ったでしょ。はぁ、it's a warm、 ニョロ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 、 wiggle 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 ね、ワームっていうのはみんなの中で一番身近なワームといえばミミズですね。なのでウォームとワーム、この音の違いだけね、面白いと思ってもう覚えちゃったね。そう、この間違いをね、しないようにしてくださいね。よく日本人がみんなでね、ジョークにするのがライス、ご飯のライスとL のライスっていうのを言ってしまうんですね。で、この L のライスっていうのはシラミとかっていう意味になると思いますので、ね、I eat rice っていうと、Are you sure? みたいな感じに思われてしまうのでね、この音だけちょっと。だから発音はですね、もう今ここに書いたものもね、Google に入れればその発音がバッチリ出てくるので、発音はですね、正しい発音を一番最初に覚えるっていう感覚で覚えていってください。これをね、覚えやすいようになんかカタカナにしてみたり、ちょっと自分の覚えやすいようになんかアルファベットを読んでみたりとかっていう風にしてると、もう遠回りになってしまうので、もうダイレクトに正しい発音ドーンと言ってね、それを聞いて、そしてつぶやく、聞いてつぶやくっていうことをもう本当にやっていれば絶対にですね、頭がその音を覚えていけるものなので、ね、正しい発音を覚えていくっていうのを決意してくださいね。はい、OK、Number 3、これは運転する drive a car。Do you drive a car? No, you can't. You need a driver license, of course.ね、ドライブですね。もうこれも日本語になっていますけれども、この発音はドライブではなくてドライブ、ドライブという発音ですね。この V の音っていうのは、ブっていうのが B ですね。ブ、ボー。これとは違います。ブ、ブ、バイオリン、バイオリン。このブっていうの音が最後に入っているので、ドライブ、ドライブ。これもやっぱり意識して正しい音で読んでいると、音読をするときとかも自然に口がそういうふうに動き始めるときが必ず来るので、それまでは意識をして自分でドライブっていうふうにね、歯がこの下の、唇のところにかかるのをちょっと意識してドライブっていうふうに言ってると、ちゃんと話せるようになります。 OK、 Number 4、報告。これももうレポート用紙で提出してくださいという日本語があるくらいなんですね。なので、
このままですけれども、報告する、報告するっていうのは report、report ですね。はい。さあ、次、今度5ですね。Low、これは L-A-W ですね。この発音は Low っていう感じで、私がいつも教室でやるのは、英語っていうのは O という音が O っていう風にですね、例えば、for example、Goat、Coat、Boat、これはみんな O っていう音なんですけど、この AW っていうのは O の方です。だから、これは against low、low っていう風にトーンと、この O っていう O にはならない音ですね。ここにあったかな？ここにはないですね。はい。次。Number 6。これも3年生はもう絶対問題なく知ってますね。Cry ですね。Cry。Cry。泣くっていうことですね。Number 7。Fly。Fly で飛ぶ。Number 8。Road。道路とか道っていう意味ですね。On the road で、こういう風に見たときにね、ここに今並んでる単語って全然難しくないと思うんです。なんですけど、みんながもし勉強するときに fly は飛ぶっていうだけで覚えてしまっている子は、ぜひですね、例文を一つ作る。もし作れないときは辞書を見てね、その例文を見たら、それに合わせてなんか自分で例文を作ってみるとか、せめてその辞書の例文を読んでみるとかっていう風にぜひしてほしいなと思いますね。 So for example, fly, you can make an easy sentence like I want to fly 私は飛びたい。こんなのだと全然いいんですよね。 I want to fly like a bird、 鳥みたいに飛びたいなとかですね。 Cry, my little sister is always crying, I can't help it ね、cry でしょ。 Law っていうのは法律なので、これ多分辞書を見ると against the law とかですね、そういう感じで出てると思いますね。今度はだいたいこの中に出てくるこういう言い回しっていうのを覚えて、言いましょうっていうものが入ってきます。パンダーズは、絶滅の危機にさらされています。まずパンダーズっていうのをパンダだけで言うことはできない？できる？できないんだよね。英語っていうのは輪郭のあるものはあ、パンダっていう風にするか、たくさんこうある、その形があるものとしてメッセージを送らなきゃいけないので、これ日本語だとパンダはっていう風になんかパンダが一頭とかいっぱいいるとかっていう表記は全くないんですけれども、英語の場合は generally speaking、 一般的にこのパンダを捉えている時にはパンダだけでは成り立たないので、パンダーズっていう風にここが必ず複数形の S が入ってくるっていうことですね。そしてもう当然ここに S があるってことは B 動詞は are ですよね。で、この問題の場合はここにこういうふうに2つあって of extinction という英語になっていますね。 Pandas are of extinctionそしてまあ日本語のこれ表記が上にあるので、危機にあるっていう状態ですね。これはここまでで危機にある状態なんですね。何の危機かっていうのは of extinction、 その絶滅という、危機に今いる状態ということなので、ここに入ってくるのはどういう中にいるのか、 in 危機、危機の中にいるということで in danger ですね。で、この危機は何の危機なのかというと danger of extinction、 絶滅という危機の中にいるっていう文章がこれで一番ですね。 The musician is、 その音楽家はですね、新しいアルバムに取り組んでいますということですね。この日本語に対してなので主語は The musician というのが来ますね。 Musician、 その音楽家なので一人ですね。
そうするとここに is が入ってここなんですけれども、その後に a new album というのが来てます。はい、ここに来るのは何ですかっていうと、取り組んでいる状態にあるっていう時には work on というのを使いますね。 I'm working on it、I am doing that new project. Well, I'm working on it っていう感じですね。今まさに取り掛かってるよ、取り組んでるよっていう感じで言う時にはこの work on というですね。 work で B 動詞が来ているということは、ここは working on ですね。 working on it、 working on a new album ということですね。この on っていうのはですね、 keep on and on とかですね、あの on っていうのはこのずっとこう続いていくっていう時に、この work on っていうのもこの今しているということが今まさにその続いていっているっていう感覚がこの on に現れるんですけど、on っていうのはこうそういうイメージっていうのがあるんですね。 keep on とかですね、頑張ってっていう時とかにも keep on とかってですね、その状態を頑張って続けているっていう時にこの on というのを使う傾向にありますね。さあ次